ポケットモンスターポケットモンスター劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールギラティナと氷空の花束シェイミ劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールギラティナと氷空の花束シェイミは2008年7月19日より東方系で公開されたテレビアニメポケットモンスターの劇場版第11作の作品である 当初発表されたタイトルはギラティナと氷空の花束であったが、後に本作で初好評となるシェイミが加わり、ギラティナと氷空の花束シェイミが正式タイトルとなった。また、劇中でタイトルのダイヤモンドパールの部分にプラチナが加わり、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールプラチナギラティナと氷空の花束シェイミとなるが、 このタイトルは公式サイトや広告などでは出てこない。今作の大きな特徴として、前作と直接ストーリーがつながっているという点が挙げられる。これにより、リアルガは2年連続で劇場版にゲストポケモンとして登場したことになる。前作に引き続き、エンドクレジット後に流れる次回作の予告は、次回作に登場するポケモンが映し出されるものであった。内容は、リアルが パルキやギラティナの3匹が退治するというものである。本作の舞台のイメージとなった場所は、ノルウェーのベルゲン、ヨステダールヒョウゾグネフィオルド、フロムなどである。時系列は DP の第85話から第100話までである。2008年度興行収入は48億円で第6位となっている。アメリカでは2009年2月13日に、 カートゥーンネットワークで放送された。アバンオープニングで語られるポケモン世界の紹介では、過去の映画作品、七夜の願い星、ジラーチ、レッツクーの訪問者、デオキシス、ミュート波動の勇者ルカリを、総会の大島ナフィで使用された美術背景画が使用されている。これまでの劇場版の前売り券と引き換えることのできるポケモンは、いずれも通常のプレイでは、 入手不可能なものであったが、今作では初めて通常のプレイでも入手が可能なポケモンであるレジギガスが配布された。レベルは配布ポケモンとしては異例の100。また、前作同様に映画館ではワイヤレス通信を通じて特別なポケモンが配布され、今作ではシェイミが配布された。本編の開始前と終了後にシェイミの受け取り方と注意が上映され、 上位がナビゲートした。ちなみに、シェイミは、ポケットモンスターダイヤモンドパールへの配信であり、ポケットモンスタープラチナは、配信期間中に発売されるが配信を受けることは、できない。なお、本作の前売り券は238万4198枚を、売り上げており、2009年7月9日に、最も前売り券が売れたアニメ映画として、ギネスワールドレコーズから、 世界記録の認定を受けている。旅を続ける、サトシ一行の前に、見たこともない、小さなポケモンが現れる。それは感謝ポケモンのシェイミであった。グラシデアの花畑に行く途中迷子になったようで、自分を花畑に連れて行くようサトシたちに頼む。しかし、突如、シェイミが鏡の中に引き込まれ、同時にサトシと光も引き込まれる。その先には、 見たこともない不思議な世界が広がっていた。二人は、そこでこの世界を研究している、無限という科学者と出会う。彼によれば、そこは、反転世界と呼ばれる、別の世界で、現実世界とちょうど裏表のように存在する、世界なのだという。さらに、その二つの世界を自由に行き来できるポケモンイラティナ、が住む世界であることを教えられる。無限の手助けもあり、 なんとか現実世界に戻ることができた、サトシたち。しかし、そこへ、性意味を狙って、謎の青年、ゼロが襲いかかる。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。下記の5人は、コミック版未登場。詳細は個別記事か、アニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。本作にはオープニングが存在しない。月刊。 コロコロコミックで、肘岡誠ことによるコミック版が2008年5月号から7月号にかけて掲載された単行本も発売されている。ありがとうございます。